さ、切るか。お、なんだクリリン、すっかり忘れてたブルマさんのこと。脅かすなよ。あ、そんな、フリーザだ。貴様ら、一匹残らず生かしては返さんぞ。お次はガキの方かな。あいつの変化は、まさか。お父さん、僕には分かったよ。お父さんは慣れたんだ、スーパーサイヤ人に。俺は怒ったぞ、フリーザー。調子に乗るな、サイヤ人。星は壊せても、たった一人の人間は壊せねえようだな。何者だ？とっくにご存知なんだろう？俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかな心を持ちながら、激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士。スーパーサイヤ人孫悟空だ。どうやら本当にスーパーサイヤ人らしい。チクシオー、チクシオー。終わりだフリーザー。言っておくが、俺は貴様なんかに殺されるぐらいなら、自らの死を選ぶぞ。好きにしろ。だが、この俺は死なん。死ぬのは貴様だ。俺は宇宙空間でも生きられるが、貴様らサイヤ人はどうかな。この星を消せ！しまった！チッ！パワーを抑えすぎたか。だが、この星の中枢は破壊した。あと5分もすれば大爆発を起こし、宇宙の塵となる。5分もあれば十分だ。貴様を倒してクリリンの仇を討ち、仲間と共に宇宙船で脱出する。俺を倒せるわけがない。こ
うなったら見せてやるぞ。 100% の力を覚悟しろ。フリーザ、貴様がフルパワーに何年待っているのか。最高の貴様を叩きのめしたいからだ。戦士として悔いのねえように。貴様だって自分のフルパワーを試してみたくなったんだろう。待たせたな。こいつがお望みのフルパワーだ。悟空が苦戦しておる。このままではナメック星の爆発に巻き込まれてしまうかもしれん。たまりずこないめ。いいだろう。今度はコッパみじんにしてやる。あの地球人のように。あの地球人のように。クリリンのことか。ダメだ。どういうことだ。これ以上戦っても無駄だ。怯え始めた貴様倒しても意味はない。ふざけるな。俺が負けるか。死に引っかかるか。いやー、うわー、うわっ、くそー、立つんじゃねえ。スロー、スロー。お、お、うわー。そんなを自得とはいえ、貴様らしくねえ。みじめな最後だったな。くしょう。俺はなんとか地球へ帰ってみせる。おめえはこの星と運命を共にするんだな。助けてくれ。助けてくれ。頼む。と言いやがって。貴様はそうやって命乞いしたもんを一体何人殺したんだ。俺の気を少し分けてやった。あとは勝手にしろ。俺に殺されるべきなんだ。